所作があるんで、タブのメンバーと一緒に、はい、そこは本当試合中ずっとみんなのサポートの声が聞こえてて、一人退場して少なかったんですけど、本当相手以上に気持ちを持って走って戦って最後の最後まで諦めずにやってくれたと思います。もう本当に感動で涙するようなゲームをしてくれて、準優勝だったけども優勝するよりもそれ以上に何か大事なものを選手たちは感じたり使ったりしてくれたんじゃないかなと思います。で優勝準優勝はここからこの先歴史になってしまうんで、大事なことはこれここから何かを感じて、もう何かを掴んで将来これをバネにして、これをエネルギーにまたプラスのエネルギーに変えてより成長したり成功してくれることだと思います。で本当に、今日みんなと選手と一緒に戦ってくれた皆さんのことも本当に選手感謝しています。僕も本当に感謝しています。でこれからまたこの子らは次のステージに向かって頑張りますけど、その分も含めて応援してあげてほしいなと思います。でこいつら残った2年生1年生がまた先輩のこのサッカーを見て何かを感じて、また明日から新たな一歩を踏み出してくれると思います。本当に本当に熱い応援ありがとうございました。勇気とかね、感動を与えれるようにまた、みんなで頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございました。